で、まあ、世紀橋から岡山中央図書館二日市とかあの辺まで歩いて行こうと思うんですけど、世紀橋のポリスステーションですね。結構こういう車とか、この後もインパクトがある出てますけど、対川沿いに行きたいんですけど、向こう岸なんですけど、なんか昔ね、その時計場だったという気になる店が必要ガス。はい、皆さんこんにちは。やってまいりました。今日も YouTube 始まります。はい、今日はね、どこに来てるかというと、公園に来てるんですけど、世紀橋のね、ど真ん中にある公園でね、今撮影をしておるわけですけど、今日はね、皆さんのリクエストがリクエストということでね、世紀橋をね、ちょっと歩いていこうかなと思います。で、まあ、世紀橋から岡山中央図書館二日市とかあの辺まで歩いていこうと思うんですけど、まあね、ちょっと今日はこれをしながら歩いていこうかなというわけですけど、まだちょっとね、未開の地もいろいろあるというわけで、皆さんと一緒にね、歩いていけたらいいなと思います。それでは今日のスピーチューブ始まります。世紀橋です。どうぞ。で、これが世紀橋のポリスステーションですね。マリさんいますね。頑張ってますね。すごいな。住宅ですかね。そういう多いエリアです。ここが世紀橋の公園なんですけど、ここもね、結構有名な公園なんですよね。橋がね、あるんですけど、ここね、なんか NHK でも取り上げられるほど謎なね、スポットということで、あるんですけど、マクドナルドの食い差しというか多いですね。結構ね、いい匂いがしてるんですけど、お好み焼き屋です。ここ有名な、結構ね、重みがありますね。かなりボリュームが、ね、ちょっとお好み焼きの方をね、開けてみようと思います。こちらですね、一応お持ち帰りということで半分にね、折って入れてる。結構ね、こういう車とか多いですね。謎のこの辺は、神社が多いですね、この辺。喫茶店、ニューヨーク。さあ、やってきました。高野橋。
これね、まっすぐ行ったらマクドナルドがあるんですけど、位置的にはそういう感じですけど、はい、まあ、この世紀橋の世紀橋歩いて思うんですけど、あのなんか稲荷、鳥居がね結構ね多いですね。まあ、何かしらね歴史があって、ああいうところに置いてあるんですけど、この近くとか中島遊郭とかあったんで、近くにそういう歴史みたいなのがこの辺にもあるのかもしれないです。このあともインパクトがある、ちょっと欠けてますけど、でも人の通りがめちゃめちゃ多いな。はい、ここが、岡山市立中央図書館というところなんですけど、こういう場所にねあるとは初めて知りましたね。で、この駐車場なんですけど、駐車後1時間半までは無料ということで、以後、1時間ごとに100円ということなんですけど、トラックよく見ますね、たまに。移動図書館ってやつですね。気になる店が、すごい。何これ。いちご飴。おかず。はい。いちご飴を。いちご飴。はい。200円です。はい。はい、どうぞ。なんか今流行りの。いちご飴ですね。結構若い子にすごいブームだということで、ここが二日市公園。はい、二日市公園っていうねとこにやってきました。市が管理してんで、駐車場とかも1時間半は無料で、そっから、1時間ごとに100円取られるということで、まあそのここに止めて普通にぶらり旅、ぶらり歩きするのはありかなと思います。ちょっとねこれをいちご飴をねいただこうと思います。うん、あ、おいしい。なんか道がテニスコートの裏側に来ましたね。ホール100。こういうとこにね出てきました。これなんだろうな。これ位置的にはね、あのツタヤとか招き猫がある、とこの辺まで来ましたね。そんなに歩いてないな。煙突じゃないの。木？
界一ちびっこ広場。これがちびっこ広場。川沿いに来てるんですけど、向岸なんですけど、なんか昔ねその処刑場だったということで銃殺刑とかそういう系のねことをなんかやってたっていう、まあ、慰霊碑もなんかあるみたいですね。ここが有名な裏道なんですけど、ここの、ね、あの向こうの世紀橋、世紀橋に、抜ける時なんですけど、この浅井川沿いってのは結構ねあの細くて、でこの下にね通り道みたいなのがあって、よいしょ、というわけで今日はねこれで終わろうかなと思います。まあ、世紀橋とかねそういうエリアを歩いてきたわけですけど、まあおそらくねあのそなんかなんかあるかというわけでもなく、まあどこでも言えるんですけど、あの危険なところはね常にどこかあるということで、まあ、今日は何も起きなかったですけど、はい、いうことで終わろうかなと思いますけど、まあ比較的目立ったのはなんかゴミとか空き家とか。まあ、見てもあんまりいい雰囲気じゃないですけど、まあ、その管理されてないのかそれとも適当なのかどうかの部分でやっぱり普通の人はそこに対して、気持ちいい思いはしないと思いますよ絶対。うん、いうわけで今日はね終わろうと思います。ありがとうございました。それではまた。ジャパンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。